はい、というわけで改めましてこんにちは、おはたぴことガルナです。そしてはい、アンダーバーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ2パート目ということでね、引き続きアンさんとタッグマッチで遊んでいきますよ。よろしくお願いします。さあ今回もですね、前のパートで虐げられた、ね、S プラスの2人がなんと仲間だ。よし来た、心強い、これは心強いぞ。さあよし、昨日の敵は今日の友をやっていきましょう。後ろから狙いたいが、今回は味方、ね、スプラシューターコラボが2人と、それからあのローラーと、それから、まあ、ホットブラスターカスタムってことで、まあ、はいはい、あの割とね、攻めに行っても、あ、早っあっという間、あー、ちょっとあ、ストッパーされてる。どうしたの、何が起きた。おっと、スピナーいますね。そうですね、仲間やれてるか、私戻って、カモンします。リコになろう。はいはい、よっ、うん、アンさん来たね。ガトリングいますね、ガトリング。よし、じゃあとりあえずここに踏み入れ、よいしょ、タコツボ倒した。よし、よいしょ、オッケー。じゃあどうしようかな。敵陣の方にとりあえずビーコンでも置いとく。そうですね、そうです、それはありがたい。おっと、ちょっと危ない。どうだ。あ、でも敵はあれだな、後ろから誰も攻めていないな。あ、スーパーショット来てる。あ、行ってるんだ、味方のですね。味方か。一回乗り込んじゃえば、あとはもうそこで防衛戦というか、ね、防衛戦ですね。後ろから攻めていこうかな。あ、でもこれ裏飛びしにくくなってるな。なかなか難しい感じになってますね。どうしようかな。はい、スピーナーがね、あそこにいる。あ、私バレた、スーパーセンサーでバレた。とりあえず落ちます。お、ちょっとスピーナー、あー、スピーナー。さあ、いいよ、ヘイト稼ぐ。あ、あそこにトルネードが、よし、トルネードは倒した。お、ナイス。よし、あ、カウンターストップされましたね、トルネードで。でもこれはすぐ直せるでしょ。味方がいますね、うん、ね、いいですね。さあ、さあ、ですね、これは OK ですね、はい、大丈夫ですね。ね、私は基本なんか裏方をやってましたね。ね、完全にイモローラーと言われる。いやー、心強いですね。心強いですね。ただあの S プラスが2人いると、さすがにこれあのランクというかポイントが上がらないんじゃないかなと思うんですけれども。お、どうでしょうね。 A マイナス2人と A と B プラスか、プラス4なるほど、よーし、 A の64まで来ましたよ。お、でもノックアウトでプラス10も来ますね。さあ、また A プラスまで戻らなく、 A プラスで戻れるのか。さあ、じゃあアンさんと2人で頑張っていきましょう。はい、いや、頑張らないか。逆にあの S プラスが味方にいると心強いけれども、やっぱりね、はいはい、敵になった時に倒せるかどうかっていうのがね。あ、まだいますね。おっと、今回は A プラスが2人と A と S プラス、S のコンビって感じですね。はい、そうですね。よし、さあ、会場はデカライン降下した。うわー、まあ、でもなんかあの2人ずっといますね、うん、いますね。さあ、今度は敵だ。おっと、頑張らないとダメだ。リベンジだ、今度こそ。さあ、ローラー、ローラー、北斎、そして、あのホットブラスターカスタムということで、わあ、これはちょっと近距離ですね。そしたらどうするかな。あー、でも、うん、やっぱり9番ムーン来てるから危ないね。9番はやっぱり、うーっと、ローラーいます、ね、うわー、早っ。相手は、スプラローラコラボが相手いますね。大丈夫か、注意していきましょう。さあ、こちら3人やられてる。あ、ボールマーカーいますね。1人、うん、ビーコンになってくれてる人いる、飛んでいこう。あー、ダメ、やばいやばい。9番やられてる。おっちょっちゃった。うー、おっと、はい、あ、今の下手くそだった。スプラシューターコラボが、うん、S プラスにやられた。あ、スーパーショット使ってる S プラス。味方全滅。1人向かってますね、アンさんが。じゃあビーコン使って、あー、ね、なんか来てるね。用意どんでいく。おっと、おー、囲まれすぎてる。うわ、いっぱいいる。よし、いっぱいいる。まず1人。よし、オッケーオッケー。北斎やってくれた。ナイス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 。北斎やってくれた。オッケーオッケー。あ、でも来てる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 。これはやられる。エリア外でやられよう。S プラス生き残ってます、スプラシュータコラボ。はいはい、あ、止まりました、カウント。向こうも、間にスコラ、あ、ドラコラボが、あの、結構ビーコン置いてますね。はい、なんか、なんか、なんか、マンメン見してる。なんだ、すごい、アンさん、これは何、誰か倒したの。いや、自陣がなんかものすごく塗られてるんで、ちょっと自陣はさすがに
これはまずいっすね。これがよし、オッケー。じゃあダイオウイカで敵を蹂躙しに行きまーす。あ、いたね。あら、取れそうで。あ、今潜んでたのか。ああ、3人やられてますね。さすがにすごいな。いよ。さあ、BGM これ新しいやつですね。あー、ちょっとですね。あー、ダメだ、倒しきれない。どうしよう。あ、スーパーショット来てる。やばい、これ。スーパーショット来てますね。止められない。木が邪魔だ。木やばいですよね。すごい。すごいな、さすが。もう、なんか、全然動きが違うというか、本当にあの赤子の手をひねるかのようにこうやられてるんですよ。全然ね、あの私のね、何に当たった？あ、9番ボムがあった。あ、気づかなかった。すごい。あ、またやられてしまった、ね、いやでもね、いい勉強になりますよこれ。いや、 S クラスですかね。 S クラスの人の動きってすごい勉強になる。都市伝説レベルでいるのびっくりしましたから、ね、すごい。9番ボムをきちんとねこう使ってくるのが、だってすごい、もう14キロとかしてるもん。うわー、すごいな。これが S プラスかね。なるほど。でもいい、これが S プラスの世界だというのも知れたので、ね、あのちゃんとね、あの動画にできてますからね。いやー、すごい。このパートもう1戦2戦ぐらいいけるかな。ね、ノックアウトしたりされたりね、もうどっちがね S プラスを手に入れるかっていう、そういうなんか争奪戦になってる気もしますけれども。な感じです ね。なんか全然ね、僕らおまけじゃないみたいな。さあ、というわけで新しい方々が来ましたね。あ、ゆうた、過去夏休みがいるね。夏休みにゆうたくんがね。ね、ゆうたくん強いね。 S だよ。ね、攻撃しないでさんがいますね。 A マイナス。 A マイナス。ね、まあ、ね、攻撃しない方がいいかもしれないですね。そうですね。倒しちゃいけないですからね。なんか倒したらこう罪悪感にね、あの苛まれる感じの。そういう戦略ですからね、向こうの。なるほど。なるほど。これがタッグマッチの恐ろしさですね。ね。さあ、残り一組が現れたら、次の、ね、ステージが始まるわけですけれども。はい。あ、でもやっぱりデカラインまだまだ慣れないですね。うん。難しいですね。そうですね。広くなりましたからね、すごく。さあ、来ました。お。ボリボリボリポリさんとダイナモ龍崎さん、 S の方ですね。さあ、 S が4人、そしてアンさんが S と。はい。さあ、ということは完全にダイナモローラーなんですかね、龍崎さん。龍崎さんダイナモですかね。あ、ゆうたがいる、こちら。お、ね、ダイナモ龍崎がダイナモだ。よし、ダイナモだ。ダイナモ感覚でいきましょう、ね、ダイナモ感覚でいきましょう。あの人のダイナモ力がどれだけのことなのか、ね、いや、名前がつくぐらいですからね。さあ、ゆうたがダイナモ力、スプラシューターで、もう一人が誰だったかな。ダイナモ、もう一人があれ、スプラシューターコラボですね。うーん、ダイナモが来てる。龍崎、龍崎が、やばい、これは死ぬかな。龍崎がやばい。インクつけられて一旦、あ、抜き、逃げよう逃げよう。そうですね、ダイナモ来てる。ダイナモが来てる。そこら辺じゃない？違う、ダイナモあっちだ。ダイナモ左手にいる。あっちょー、あっちに北斎が乗り込んでいる。北斎はこれは無視よ。ダイナモさんやつきに行こうかな。おー、これはまたやばいやばい。どうしよう、ダイナモとさ、北斎が完全にこれタグ組んでやってきてますよ。やばい。あっと、ダイナモが、さあ、あっと、ダメだ。どうしました？ダイナモに、ダイナモがターネード来てる。だいぶ攻め込んできてますね。ダイナモ攻め込まれてますね。スプラ、あれだ、あのシールド払えちゃってるんで、でダイナモが完全にあの裏もなんか確保してるんで、これ表からはいけない。あ、裏からはいけない、表からはいけない。 あ、やばい、無理だ。ダイナモー、龍崎さん強すぎる。さあ、味方が3人やられている。生き残っているのは、あ、これはゆうたくんがね、あのビーコンガイになってくれてる。じゃあゆうたに飛んでいこう。あ、間に合わない。でも間に合わない、それは間に合わないか。あー、残念。残念だ。いやー、やはりダイナモ力すごいね。すごいっすね。ね、うわー、すごいよ。なかなかこう勝てないですね。やはりタッグ組んでるだけあって、ね、強いですね。なかなかあのやっぱり違うんですかね。なんですか ね。私とアンさん全く活躍できてない。ゼロキルって。やばい。やばいやばい。このままじゃ、ね、オーダーピーさんのあれが下がっていってしまう。ね、あの産地も下がっていっちゃう。そろそろ発狂しちゃうかもしれない。
やばいやばい。だって僕さっきね A プラスの2から収録始めて今 A の44、まもなくね。やばい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 。やばい、これはちょっと僕頑張んないとやばいっすね。あのアンさんはね、なんだろう、なんだったんだろうみたいな。Sかっこ笑いになってしまう。Sかっこ笑いになってしまう。ね、それでねアンさんだってポイント下がんないもんね。クソずるいぞ。ずるいぞ。さあね。タッグマッチの怖さがねこう露呈されていくわけですけれどもね、時間的にはね、はい、あともう一戦ぐらいいけそうなんでね、やっていきたいと思います。はい、これで2パート目が終わるわけですけど、やばい楽しいね、これなんかどんどんパート取っちゃうんだけど。ね、もうなんか編集とかなしでそのまま垂れ流しでもいいかなぐらいのね。あ、でも結構サクサクいってますもんね。そうですね。いやー、でもやっぱりタッグ組んでるだけあって、うん、チームワークすごいですねみんな。あ、S が4人来ましたね。おー。ってことは、あれか、みんなもうね、お遊び感覚で来てるわけだ。あ、エヴァさんが A プラスですね。よし、エヴァさんと私はもうちょっと神話のグリで行くと思いますので。逆にここはね、エヴァさんたちのタッグと組んで、ね、そうですね、頑張ってね、この S をね、駆逐していこうってやりたい。残念。あ、リッターがいますね。向こうは北斎、ローラちょっと見えなかったな。一応ノバもね、ノバブラスター、はいはい。猫ママさんがリッター 3K 持ってるので、じゃあ私はとりあえずリーフォンでエライオンにしようかな。どうなってます？全然。あ、ノバがいる。ノバは倒そう、後ろから。ナイスです。いや、いたね、エヴァさんも倒した。エヴァさんごめんね。トラップがある。ローラがいる。あ、ローラ対打ちです。今真ん中誰もいない。13が、これ、若葉シューターか。若葉シューターで、確保しました。よし。バリア使ってるか、若葉のバリアね、若バリアはちょっとね、有効活用していきたいですね。若バリアいいっすね。うん。さて、誰かいるね。よいしょ。さあ、おっと、横から来てる。横からプライムシューターですね。プライムシューターですか？上にいる。あ、でも、ダイオイカがいる。ダイオイカが来てます。うん、ダイオウイカにやられました。ダイオウイカ、これエヴァだから、あの北斎さんかな。北斎だね。シューターが、うん、じゃあとりあえずアンさんのとこに呼んどこうかな。よし。あ、あれが来てるね。トルネード来ましたね。どこにいる。あ、バリアナイス、若バリアナイス。さあでもちょっと一旦引こう。あの敵陣に塗られまくってて何もできないです。マクロンさん倒したけど、おーっと、エヴァさん、北斎、ね、A プラスのこのなんか本気が。そうだよ、腐っても A プラスですよ。何言ってるんですか。 A プラスってすごい前は最強だったじゃないですか。やばいっすね、これは。さあ、カウントストップした。あ、でも確保され直した。さあ、どうしようかな。味方はいる。ノバがいる。ノバ後ろから倒そう。アンさんが倒した。コロンコロン。コロンコロンがいた。コロンコロンにやっちゃいましたね。あー、くそ、やっちまった。すまん、今のは私ダイオになるべきだった。ミナマックスさんがスプラローラーコラボですね。ダイオイカになりました。これはやばい。これはやばい。止められない。止められない。やばい。あーあA マイナスに近づいていく。いやー、全然活躍できない。なんか全然違う。あれかな、もしかして、通話しながらだから全然集中できない戦いに。あ、多分可能性もあるかも。楽しくなっちゃう感じ。楽しくなっちゃう。なんか、友達の家でなんかこうね、わちゃわちゃ遊んでる感じ。な感じがありますよ、気分的には。ね、うん、さあ、A の34まで下がった。まあ、そしたらまたね、あの、ノラのね、やつでね、上げていきますよ。で、A プラスになったらまた、アンさん私を S まで連れてってやるから。さあ、というわけで、このパートはおしまいになります。お相手は、オータピーことガルナと、アンダーマンでした。はい、お疲れ様でした。はい。